こんにちは、ハマクッキングのお時間です。今回作る料理はからし高菜チャーシュー飯を作ります。材料の紹介です。お米1合、からし高菜、チャーシュー、これで作ります。メスティンにお米1合と水約 200cc を入れました。この状態で30分間放置します。お米を水に浸して30分経ちました。では具を入れます。最初にからし高菜を入れます。美味しそうですね。ちょっと味見、ピリ辛、うまい。これをね、入れます。かき混ぜます。チャーシューを入れます。具を入れました。これで炊いてみます。最初は中火で7分間炊きます。これでしばらく待ちます。中火で炊き始めて7分経過しました。ここで弱火にします。弱火にしてあと3分待ちます。弱火にしてから3分経ちました。ここで火を止めます。止めました。あとは10分間ご飯を蒸らします。ご飯を蒸らして10分経ちました。では蓋を開けてみます。開けます。よいしょー。おー、美味しそうですね。チャーシューがテカってますね。香りがいい。ああ、すごい。チャーシューのいい香りがします。美味しそうにチャーシューが炊けてますね。スプーンですくってみます。こんな感じですね。高菜ご飯。あ、ちょっと焦げが多いな。焦げはね、ちょっと多いですね。すんごい焦げてる。でもまあいいかな。食べれないほどではないです。いつもよりはね、ちゃんと焦げてます、そこが。いただきます。じゃこの高菜ご飯からね、こういただきます。うん。うまい。ああ、いいですね。高菜の塩味が、ご飯に染み込んでて、ほんのりいい感じのね、こう塩味のご飯になってます。うん。うまいね。ああ、うまいわ。じゃあ、チャーシューね。チャーシューいただきます。うん、うん。あ、これね。うまい。ふっくら。ふっくらジューシーなチャーシューになってます。うん。うまい。うん、ちょっとね、そこの方はまあ焦げ多いけど、まあ食べれるから大丈夫ですね。焦げ多いけどね、焦げのね、香りがいいです。香ばしい香りになってます、焦げのね。うん、うまい。チャーシューもうまい。うん、いただきました。いや、美味しかったです。チャーシューもふっくらして美味しいし、ご飯も美味しいですね。ほんのり塩味がついてて、美味しいご飯になりました。いや、高菜とご飯と合いますね。うん。うまい。あとはゆっくりいただきます。これでごちそうさまでした。